ポルトガル領ギニアは、ポルトガルがかつて西アフリカに領有していた植民地の一つ、現在のギニアビサウの領域に相当する、1500年代に独占的な奴隷交易を行っていた、直居会社のギニア会社の旗。ポルトガル領となる前は、西アフリカの伝統王国の一部で、ナウラ族などが潮の交易と稲作を行っていたが、1446年に、 ポルトガル王国がこの地域一帯の領有を宣言。1450年頃に金、奴隷などの交易品を求めて西アフリカ沿岸を航海したポルトガルの探検家ヌノトリスタンがこの地域に到達した EN カーブが成立。1600年代には地元の民族も加担する中でポルトガルをはじめフランス、イギリス、 スウェーデンなどのヨーロッパ諸国による西アフリカ沿岸での奴隷貿易が盛んになった。アフリカ大陸から取引された奴隷の数を正確に知ることは不可能だが、現在ではその数は約1000万人と推定されており、そのうちの約37%がポルトガルにより、ブラジル植民地へと連れて行かれたものと言われている。ギニアビサウのカシェウは、 西アフリカで最も大きな奴隷市場の一つであった。1687年には、ビサウがポルトガル領ギニア植民地の公益拠点として建設された。19世紀に入り、奴隷制が廃止されて以降、奴隷公益は廃れていったが、小規模な非合法な奴隷公益は存続していた。ポルトガルは4世紀もの間この地域を支配していたが、植民地内陸部は、 他のヨーロッパの国に分割されていった。植民地の主要商業拠点であったカザマンス、川流域を含めた領域がフランス領西アフリカの一部となった。また、イギリスがボラマ島の植民地化を試み、ポルトガルとの間で戦争直前の危機となり、アメリカ合衆国のユリシーズ・エス・グラント大統領の仲裁により、ポルトガルの領有と決定した。19世紀後半まで、 行政上ポルトガル領ギニアは大西洋上のカーボベルで植民地の一部であったが1879年にギニアは単独の植民地となった20世紀に入るとポルトガルは沿岸のイスラム教徒の民族の力を借り内陸部のアニミストの敗訴運動を始めたしかし内陸部及び離島地域の植民地支配は混迷しビジャゴ諸島が完全に 政府支配下になるのは1936年以降であった。1942年にビサウが植民地の首都となった。1951年にアフリカにおける植民地帝国の維持を望んだアントニオ・サラザール政権のポルトガルの植民地法の改正により、ポルトガルの全海外植民地は法的に植民地からポルトガルの海外州となったが、その後も、 各植民地の統治の実態に大きな変化はなかった。アミルカル・カブラルによれば、ポルトガル領だった植民地時代のギニア、アンゴラ、モザンビーク、各植民地の非識自立は99%に達していた。1956年にアミルカル・カブラルがギニア・カーボベルデ独立アフリカ党を結成し、ポルトガル領ギニアの独立運動が始まる。 PAIGC はそれまでは比較的穏健な団体であったが、1959年8月3日にビサウでストライキを起こした労働者がポルトガル軍によって殺害されたピジギチ虐殺以降、カブラルは農村を舞台にした武装闘争によるギニアビサウの解放を路線として打ち出し、1963年からポルトガル政権に対して独立戦争を開始した。 ギニアビサウの国旗を形容する PAIGC の兵士たち。PAIGC 軍は東側諸国、特にキューバの支援を受けてゲリラ戦を展開し解放区を拡大しながらポルトガル植民地政府がそれまで手をつけずにいた医療や教育を普及させた。1968年11月には総督アントニオデスピノラ将軍がマルセロ・カエターの新首相に 軍事的勝利は不可能であると報告した。1970年にはポルトガル側がアミルカルカブラルやセクトゥールの暗殺を図って緑海作戦を行ったが、これは失敗した。PAIGC の指導者カブラルは1973年1月に暗殺されたが、この頃にはすでに PAIGC によって国土の3、4が解放されており、同年9月24日に PAIGC はマディナドボエでギニアビサウ国の独立を宣言した。一方、ギニアで戦うポルトガル軍の兵士や若手将校の間にも PAIGC による民生の向上などを間の当たりにするうちに植民地戦争への疑念が芽生えており、同年9月にはギニアで勤務した軍人を中心に軍内に退位運動が創設された。まもなく退位運動は 国軍運動と名を改め、MFA は1974年4月25日のカーネーション革命の実行部隊となった。カーネーション革命によるポルトガルのエスタドの母体制、崩壊に伴い、PAIGC とポルトガル政府との間で独立交渉が持たれた。1974年9月10日にギニアビサウの独立がポルトガルの新政権によって承認され、 1973年に暗殺されたアミルカルの弟であるルイス・カブラルが初代大統領に就任した。ありがとうございます。